はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日はね、Zoom で使えるバーチャル背景を、まあ、1億枚ぐらいダウンロードしたので全部見てもらおうかなと思います。ちゃんとね、公式から使ってくださいっていう背景だね、それをダウンロードしたので見てもらおうかなと思います。まあ、Zoom っていうのはね、みんな飲み会とか会社でね使ってる人多いかなと思うんだけど、最近ニュースになってそのシステム面、ネットワーク面でまだまだ弱いところがあって、みんな背景もろ出ししてると思うんだけど、そういうまだまだ弱いアプリなので、ちゃんと背景で隠さないといけないような時代になってきました。だからといってね、こうみんな細かくこうバーチャル背景探してるわけじゃないと思うので、これをきっかけにね、いいなと思ったのがあればぜひダウンロードしていただけたらな、嬉しいなと思います。で、今見てもらっているのがこのね、女子高生、美少女女子高生ずっと出してますけど、これ Adobe キャラクターアニメーターっていうソフトのデフォルトスキンのりんちゃんです。美少女ですね。まあ、これ動かしてるのは僕なんですけど動かしてるのは僕なんだけど、Zoom で、Zoom で使うっていうことでちょっとね、今日は登場してもらいます。で、背景で使われているのがオールナイトニッポン公式から出ている背景です。岡村隆史さんではございませんまあ岡村さんと同じ、岡村さんがやってるスタジオと同じやつだね。他にもね、こんなのとかこんなのとかあります。オールナイトニッポンはね、ラジオ好きな人はね、ぜひダウンロードしてみるといいかなと思います。じゃあこれからね、僕がこう全部見てみていいなと思ったのをいくつか紹介していこうかなと思います。で、その後全部バーって全部見せていくので、で、再配布禁止のところ以外はダウンロードできるようにしてあるので、概要欄からね、こうドロップボックス行って飛んでみてダウンロードしてもらえるといいかなと思います。じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあ最初に紹介するのがこちらです。じゃん、これはシンプソンズの背景です。まあ、アニメ的でね、まあ仕事で使えるかどうかは微妙だけど、でもね、海外で見るとこのシンプソンズの背景をみんなで統一して使ってみると、まあこれじゃん、こうやって使うと十分シンプソンズの背景、まあアニメ的な背景も全然いいかなと思いますね。だから会社の人に声かけて、まあ自分だけこう固執しちゃうバーチャル背景じゃなくて、みんなで揃えておくと、まあ何の問題もなく会社でもね、飲み会でも使えるかなと思うので、いいなと思った背景があったら提案してみるのも面白いかなと思います。じゃあ次がこれです。めっちゃ可愛い可愛いから選びましたこれいいよね。これ小学生とかこれで使うとめちゃめちゃ可愛いかなと思います。じゃあ次は地獄です地獄にいるっていうの背景になります。閻魔の帳っていうところですね。伊豆極楽園の閻魔の帳の背景です自分が地獄にいるような背景になります。他にもまだまだバリエーションがあるので、ぜひ見てください。はい、次はこちらです。エヴァです。エヴァにいるような雰囲気になります。これね、右上にちょっとロゴがあるので、フォトショップとか使える人はこれ削除してね、自分で使えるようにするといいかなと思います。じゃあ次はこれです。シンプルシリーズでね、ゲーム好きならみんな知ってると思うんだけど、こういうふうに自宅警護とかテレワークとかバリエーション増やしてあります。ぜひ使ってみてください。はい、次が漫画です。こうやってね、吹き出しが入ってるとすごく面白いかなと思います。で、実際これスペースブラザーズって右下に書いてあると思うんだけど、これ宇宙兄弟から出てるちゃんと公式のやつもあります。漫画風のやつにもありますね。喋ってないんだけど吹き出して心の声が聞こえてくるようなバーチャル背景になります。これ面白いよね。はい、次に紹介するのがリラックマです。これリラックマの公式サイト行くと、この猫の顔に合わせてこう自分を持っていくと猫耳つけられるよっていうね、ことを公式でつぶやいていました。ぜひやってみてくださいぜひやってみてください。はい、次がこれです。まるで座っているかのようにできる背景です。あとね、タクシーバージョンもあります。このタクシーバージョン結構リアルになるかな、いいかなと思います。こういう風にバーチャル背景ですっていうのをちゃんと考えてデザインしてあるというか、使っていいですよって言ってるようなところはね、なかなかいいなと思いましたね。ポプテピピックもそうだけどね、ちゃんと想定した背景になってるっていうのはね、
なかなかいいなと思います。はい、次がこちらです。福くんです。福くんの家族もバーチャル背景で出しています。面白いよね。全く関係ない人たちが横にいるっていうのもなかなか面白いかなと思います。ほんとそっくりだね、顔が。はい、次がこちらです。しくじり先生の公式背景です。これ何がいいなと思ったのかっていうと、ちゃんとぼかしてるのがいいなと思いました。まあ、自分が手前にいてピントが合ってる状態で背景がぼけてるというので、自分がこう背景とこう交わらないっていうのが一つぼかしてることでいい。ちゃんとね、これも想定して作られてるなっていうのが思ったのでいいなと思いました。はい、次はタワーレコードの背景です。なかなかこれ90年代、80年代の背景って言ってたけど、なかなかねおつな写真かなと思います。で、人の環境によってはこうオレンジの光になって全体的にオレンジかかっちゃう人とかいると思うんだけど、そういう人にはねこの色味の背景とかあってこうしっくりくるかなと思ったので取り上げてみました。じゃあ次はこちらです。今夜比べてみました。番組背景になります。で、番組背景でもこれ下に今夜のテーマって書いてあると思うんだけど、バリエーションはいくつかあります。このテーマに合わせてね、こう飲み会とかで話してみるといいかなと思います。みんな配ってね、みんな設定してもらって話すっていうのもね、なかなか面白いかなと思います。で、こういうテーマ別の背景で作ってるのがもう一番組あって、それがこちらです。じゃん、ねほりはほりんです。これもね、テーマごとに背景変えているので、みんなでねテーマ合わせて飲み会とかで使ってみるのも面白いかなと思います。次に紹介するのがこれです。クレパスです。懐かしくない？これ普通に懐かしいなと思って、あと可愛いなって、もう大人でもね全然使えるデザインなので、いいなと思って取り上げてみました。可愛いですね、懐かしい。はい、次に紹介するのがモスバーガーです。まあ、僕ねモスバーガー大好きなので、まあ、紹介したいなっていうのと、後ろにこうモスバーガーがあったら面白いなと思ってご紹介してみました。ただ単に美味しそうっていうね、こう小さい画面に美味しそうなモスバーガーが表示されてるだけでかなりの飯テロになるかなと思います。はい、次がこちらです。バーチャル背景を使って自分が黒巻素材になるバーチャル背景です。まあ、これ青なんだけど緑でもいいかなと思いますけど、あえてね黒巻素材になってみるっていうねのも面白いなと思いました。はい、次に紹介するのがピクサーの背景です。これね、誰も出てないけどこの背景見るだけでどのピクサーの作品かわかるっていうのはね、なかなかすごいことだなと思います。その中でもこの部屋のやつとかもね可愛く作られてるし、ちゃんと会社でも使えるやつかなと思います。はい、次はオンエアバトルです。まあ、世代によっていろいろあると思いますが、僕オンエアバトル、ドンピシャ世代なのでぜひ使ってみたいなと思います。あとね、ちょっとオレンジがかってるので、さっきも言ったけどね、照明がオレンジの部屋にいる人は色味が合うかなと思うので、ぜひ試してみてください。はい、次がケンタッキーのポテトです。これもねなかなか面白いかなと思います。ポテトの中に自分を紛れ込ませるバーチャル背景になります。はい、次がフォトショップです。多分デザイナーの集まりとかクリエイティブの人たちと集まった時にこの背景にするとなかなかね好感触かなと思います。まあ、みんなに配ってやるのもいいし、こう画面が透過になってるので自分がね切り抜かれたような感じにもなるかなと思うので面白いなと思います。はい、次はシャープから出してるエアコンです。っていうのもこれ面白くて、シャープ背景に使ってる時に自分がシャープの社員なのにシャープのエアコン使ってないのがバレてしまう人のために、シャープの社員専用の背景っていうことで出してます。まあ、これだけシンプルで、まあ、使い勝手もいいし、エアコンがね後ろにあることで背景だなっていうのもわかるので、まあ、社員さん専用って言ってたけど、まあ、一般の人も使っていいかなと思います。シャープってなかなか面白いなと思いましたね。はい、次に紹介するのがスト2の背景になります。これがね、なんと高画質でこうダウンロードできるっていうのがね、
なかなか太っ腹だなと思いますね。まあこれバーチャル背景以外にもパソコンのねあの壁紙にも全然使っていいと思うので、このステージにねこうフォルダーとか置いとくのも面白いかなと思います。はい、次に紹介するのがどん兵衛の背景です。どんぎつねさんはおりませんが、どん兵衛の背景です。あのどんぎつねさん僕大好きなので選んでみました。これね普通の背景としても全然使えるクオリティだしいいなと思いますね。はい、次に紹介するのが電波少年です。まあこれ懐かしいっていう人はおじさんおばさんかなと思いますが、こういうのもあります。電波少年ね、ぜひ使ってみてください。クロマキーこう切り抜かれるからちょっと体入っちゃうけど、こう電波少年みたいなこともできるかなと思います。面白いねこれね。はい、次に紹介するのが逃げ恥の背景です。まあこれ使ってね踊ってみるのもいいかなと思います。はい、次に紹介するのがすごい背景だけど、これ田中克樹さんの背景です。整いマックスボタンって書いてあるけど、克樹さんも背景出してます。まあ克樹さんのこの背景が使えるっていうのはなかなかいいなと思います。かなりこうナチュラルドラッグな匂いがしますね。はい、次に紹介するのが週刊アスキーです。自分がね雑誌の背景になれるという背景になります。面白いですね。面白いと思います。はい、次に紹介するのがさっきねフォトショップで紹介した背景とねちょっと被りますけど、投函の背景で使えるバーチャル背景です。これだと仕事にちゃんと使えるかなと思います。これを使うことでね自分が切り抜き素材で動いてるような感じになります。ぜひ使ってみてください。はい、最後に紹介するのがソフマップの背景素材です。よくねグラビアアイドルとかがこう水着でこう写真写ってるの見ると思いますけど、自分がねそれになれるっていう背景です。ぜひ使ってみてください。はい、今日は以上になります。いかがだったでしょうか。最後にねちゃんと仕事でも使えるバーチャル背景を提供しているサイトを紹介していきたいなと思います。一つ目がリモートチーム、これです。ズームビジュアルバックグラウンドマーケットプレイスって書いてあるね。これね、あの動画もダウンロードちゃんとできるようになっています。動画で使いたいなっていう人いると思うんだけど、こういう海外の背景でね、これもダウンロードちゃんとできるようになってるし、まあどっかで見たようなね映画のやつもあるし、こう仕事で使えるような背景がバンバンあるので、ぜひぜひ見てください。あ、これねシンプソンズさっき紹介したやつもありますね。これユニークなのももちろんあります。はい、次に紹介するのがバーチャル背景フリー素材集、まあ日本人が作っている背景ですね。もっともっと仕事よりもう何の問題もないような背景、まあ、何の取っかかりもないって言ったらそれまでなんだけど、それでいいっていう人のためのバーチャル背景です。面接とか観葉植物置いてあるとか、ほんとシンプルで誰も文句言えないような背景のね、おしゃれなやつも含めてたくさんあるので、まあ、ここから探してダウンロードするのがいいかなと思います。はい、次に紹介するのがズームバックグラウンドって言って、海外のもっともっとおしゃれな背景が私はいいんだっていう人はここからねぜひダウンロードするのもいいかなと思います。なかなか見ただけで絶対お前ここにいないだろうっていう背景だけど、めちゃめちゃおしゃれな、ね、背景になってるかなと思います。これねさっきも言ったけど壁紙で使うのも全然いいし、待ち受けに使うのも全然いいしね、これが無料で配布されてるっていうのはいい時代でもあるなと思いますね。いや本当こんな部屋に住みたいっていうのがいっぱいありますねあ、そうだ、そういうのでもインテリアのこう参考にするのもいいかもしれないね。あ、今気づいた。はい、じゃあ最後にね全部ダウンロードしたものを見ていただこうかなと思います。皆さんはどれの背景が好きでしょうか。コメントいただけると嬉しいです。じゃあ最後にねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあ見てください、どうぞ。